ちは、のぶです。2月23日の今の時間が15時56分です。今は旭橋駅に来ております。そしてアンバスターミナルの工事中の何年前でしょう、だいぶ前から工事が進んでおりますが、一応今年の秋に完成予定です。こんな感じで完成する予定だそうです。バスターミナル今工事しているので、バスの停留所は分断されているような A と B っていう風に C もあったので分断されているような感じになってます。秋完成予定なので結構できてるのかなと思ったんですが、大きさは分かる感じですね。まだまだの感じです。アピールができるんでしょう。そして、まあ、バスの分断の感じがバスのライドバスだといっぱいあったり、いいのがありますね。こんな感じで細い線路になってます。細い線路に戻ります。バスターミナル、モノレールの駅のすぐそばにある便利な場所があるんですが、状況を見に来てきてました。ありがとうございます。